皆さんこんばんは、 MK です。今回は崖つかまりを制限してこちらのミニステージ攻略していきたいと思います。湖の国のミニステージなんですが、崖つかまりとスピンジャンプをする花、これを使って進んでいくような構成になってます。なんですが、実はこのスピンジャンプの花さえ使えれば、このように崖つかまりをしなくても進んでいくことができるんですね。で、ここは簡単で徐々に難しくなってきます。はい、2つ目、ここ一見崖つかまりをしないと進めないように見えるんですが、実は右奥のところに足場があるんですね。そこに向かっていきたいと思います。ちょっと今のは距離が足りないですね。この端っこでジャンプして、こういう感じでギリギリで攻めていきます。で、あそこ帽子投げボディアタックで届きますね。で、これ一回着地する必要があります。なんでかというと、一回着地しないと帽子投げボディアタックを連続で出せないんですよ。花と花を経由してっても、帽子投げボディアタックで帽子の上でジャンプできるのが1回までになっちゃうんですね。なので一回ここで着地しておきます。で、こっち進んでいくんですが、はい、ここがですね、基本的には右の方に進むんですよ。いつも崖に捕まってあそこに行くと黄色いブロックが上がって上に着くっていうギミックなんですけど、これ右のところがね、ちょっと届かないと思うんですよ、自分がやってる感じ。とりあえずやってみます。ここからジャンプして帽子投げボディアタック、キャッチを挟んでも届きませんね。これね、三段ジャンプとかも使えないので、崖つかまりを制限しちゃうと無理ですね。で、これどうやって攻略するかと言いますと、左、これまさかの左に行きます。そうすると、はい、ゴールが見えるんですね。で、これも結構シビアなんですが、帽子投げボディアタックを挟めば到着です。これね、右側は試したんですけど無理だと思います。なのでちょっとズルなんですけど、こっちに来て攻略することができます。はい、結構ね、ミニステージはこういう感じでショートカットできるところも多いので、何かテクニックがあって紹介できるものがあればどんどん紹介していきたいと思います。ということで今回はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。